かくだし行くかつってせっかくだし行くかつって行きましたね。あ、のぞみの運転でしたね。そう、しがみのぞみ運転でした。めちゃくちゃ上手でしたよ。めちゃ安定してた運転が、うん、その新人さんたちとその旅行に行こうっていう話になって、はい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 、はい、それでなんかただ行く場所がちょっとあんまりこうさ栄えてないというかちょっと田舎寄りの場所で車あった方がまあ動きやすいよねっていう場所だったのよ、うん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 、であんまりなんかじゃあ車の方がいいねとか言うとさ誰かが運転しなきゃいけない空気になるじゃん、ね、で、うん、自分運転できないのそんな言うわけにいかんやん。確かにね、運転できない側は言い出しづらいよね。そうはね、うん、だからなんかなんていうのどこ行きたいみたいな、うん、どこ寄ろうねぐらいの話しかしてなかったんだけどなんか新人ちゃんがあの、うん、あ運転できますよみたいな感じで、おー頼もしいそうめちゃくちゃ手挙げるから嘘と思って、今まで会ってきた中でそんな人いなかったからすごい、めっちゃ運転上手い可能性あると思って、ありえるね。そうちょっとだけね、そのこれで下手でもちょっとおもろいんだけどあんなにめちゃめちゃ言ってくれたのにあんなに言ったのにみたいな、何だったんだろうみたいなすげえ楽しみで、へえ楽しそう。ちょっと後で報告するわ。いやして、あいつ運転下手だったわとか下手だっためっちゃうまかったわとか無事帰ってこれましたすごいな。いやそうちょっとね楽しみなんだよな運転。へえ、いやでも自信ありそうだけどな、先輩乗せるだしすごかったな、すごかったですね。ずっと石上のぞみは自分の運転力のアピールをしてました、うん、絶対に上手だったって言ってくださいみたいな、ほらほら見ました、今の一発ですよ、ずっと言ってた。絶対に言わないって言ったんですけど、ずっと言ってましたね。